7世代キャンプオーナーのジャンボです。7世代キャンプの入り口の入り方を説明したいと思います。坂を上がってきた後にちょっとここから曲がるのが怖いというお声をいただきましたので、その入り方を説明させていただきます。今日は頭で入る方法と、後ろからバックで入る方法の2パターン説明したいと思います。この駐車場どうなっているかお見せしたいと思います。じゃあこちらに、こちらです。こちら側に行ってください。こっちはですね、はい、この看板にもありますが、こちら側は隣の方のお家のスペースとなっておりますので、駐車しないようにお願いします。こっちが駐車場ですね。4台優に止めるスペースがあります。場合によっては8台止めることもあります。で、奥がですね、受付になってます。ビニールハウスですね。で、今から実際にこの車ですね、でボクシーでちょっとちゃんと入れるかどうか、見ていただければと思います。まず普通の入り方です。大回りすると切り返しなしでこのように一気に入れます。次にバックで入る方法です。大型車や車高が低い車はこの方法がおすすめです。この時右前に注意してゆっくりバックしてください。そのまま坂を上がり右方向へバックしてこのように駐車してください。駐車する方法は以上です。はい、それではキャンプ場から出るときですね、こうやって曲がっていくんですけども、こちら少し段差があります。ちょっと車高の低い車だったり大きい車はですね、する可能性がありますので、後ろからですね、こうバックで出ていただいて、こっちでバックで出ていただいて、こうで出ていただいて、ここで切り返して、出るというのも安全に出る方法であります。では今からその出し方を実際に車に乗って説明させていただきます。それでは駐車場の広い場所からバックで下がっていきます。家の玄関前ギリギリまでバックして、このように切り返してもらいます。はい、うまくいきました。頭から出る場合の注意点ですが、こうやって曲がって降りていく時のここですね、こちらの段差でリアバンパーをする可能性がありますので、十分に大回りするか何度か切り返して段差を回避してください。以上です。